皆さんこんにちは。トラジャルの部屋のお時間がやってまいりました。この時間はですね、トラジャルについていろいろなことを皆さんに知っていただこうという番組でございます。本日のテーマは、トラジャルの先生ってどんな先生っていうのがテーマでございます。それでは本日のゲストは松井トクトさんです。どうぞ。お願いします。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。いや、まず最初に自己紹介をお願いします。はい、鉄道サービス課2年生に在籍しております松井時人と申します。本日、今年度の4月頃にですね、大阪では有名なとある地下鉄の会社に内定をいただきまして ありがとうございます。今日はですね、実はその、学園のイベントとか事業内容というよりも、はい、松井君にとってトラジャルの先生ってどんな存在だったかということをちょっとお伺いしたいなというふうに思うんですが、ズバリ、ここに入学する前と、はい、そのここに来てから、はい、か先生のイメージ変わりましたか？いや、全く変わっておりません。はい、これは素晴らしい、はい、言い切れることだと思ってます。結構理由がありまして、実際私この学校のオープンキャンパスに、まあ、参加者としてうちに参加したんですけど、その際に里口先生のオープンキャンパスの日でして、まあ、里口先生が元近鉄の運転手ということで、やっぱり実際の体験談を交えながら、やはり例としてしっかり喋ってくれたのがすごく分かりやすくて、で実際にカリキュラムの魅力についても例を交えながら喋ってくださって、本当にあ、この学校に来ればこのような鉄道マンになれるのではないかというふうに思ったので、私はこの学校を志望したんですよ。はい、もう高校時代からその里口先生が、はい、まあ、いたら、いわゆるもちろんね、元運転士ですし、魅力的だったし、こういう運転士になりたいと思って、はい、じゃあそのもうイメージは、はい、入学してからも崩されることなく、はい、素敵ですね。ちなみに具体的に例えば授業の中とか、はい、里口先生ってどうなんですか、授業の中で。ですね、明るい方で、もともと僕もそういうイメージを抱いてこの学校に入学してきたんですけど、特に1年の時担任を持ってもらったんですけど、変わらず本当に授業の中でもやはり経験談を交えて喋っていただくということが本当に多くて、やはり鉄道会社ってやっぱり僕も高校生の時で具体的なイメージが湧かなくて、やはり実際の人間関係だったり勤務体系っていうのは本当にもう何か何まで分からない状態で入ってきてしまったので、その時に、里口先生の具体的な例で、あ、鉄道会社の一日ってこんな感じなんだ、鉄道会社の人間関係ってこういう感じなんだっていうのを本当に里口先生から学ばせていただいたと言っても過言ではないと思っております。なるほどね、はい、だからやっぱり今までこうちょっと言い方より抽象的というかね、ぼやっとしてたイメージが、はい、学校に入って里口先生のこの具体的な例を言うことによって、それがもうバッチリと、そうですね、もう目標であったりしっかりと目指すものとしてね、はい、イメージができたと。はい、できました。なるほどね。ちなみに、はい、就職活動などでは、はい、里口先生からどのようなアドバイスとか、もしくはこういうことを里口先生に言ってもらった、はい、していただいたみたいなことがもしあれば、はい、教えてください。はい、私ですね、里口先生に個人的にちょっと面接練習を何度かお願いさせていただいて、もちろん個人面接という形でアウトプットしていただいたんですけど、その際に結構やっぱり個人的な部分っていうんですか、やはり授業の中でももちろん面接練習って取り組むんですけど、やはりちょっとまあ、広く浅くというか、やはりやっぱり僕だけじゃないので参加者が、その分でも個人の時はもう僕のことを思ってくれてというか、実際ちょっとこういうので早口だよとか、焦ったら目が泳いじゃうよっていうのをしっかり的確に言ってくださって、やはりちゃんと目を見て話したりだとか、緊張した時はこういう対処法をするんだよっていうのを結構距離を近くというか、本当に自分の気持ちになってくれたかのように喋ってくれたので、その分でもやはり1対1で真剣な人に多分真剣に答えてくれるっていうのが、僕にとって信頼するというか尊敬する要因の一つだなというふうに思っております。やっぱりあれですね、そんだけ熱くこう指導していただければありがたいですし、それが、まあ、言ってしまえばこの合格というそうですね、子供勝ち得たっていうか、はい、ところもありますね。はい、他の先生は誰か。そうですね、一応鉄道サービス課、私今2年生なんですけど、2年生の担任で高田先生という先生がいらっしゃいます。高田正美先生ですね。はい、そうですね、2年生で担任を持っていただいて、やはり面談などを経て思ったことが、すっごい熱意のある人だなと思いまして、結構表面上ではズバズバ言ってくれる人で、いわゆる資料を叩いてくれるタイプの人だと思ってたので、すごい指導者向けだなというふうに思ってたんですけど、ちょっと就職で私ちょっと一個落ちちゃったっていう子がいて、ちょっともう自信がないよって、いや、そのこと考えてる暇ない、これ受け取りでっていうエピソードを聞いて、あ、すごい熱意がある人なんだなっていうふうに感じたのが印象で、一番いい印象ですね。なるほどね、はい、
じゃあそのお二方とも、まあ、坂口先生も中田正美先生も普段ちょっとシュッとしてて思わな感じだけど、ご学生の前では熱いというね。つまり、はい、松井君にとって鉄道サービス課の先生、はい、まあ、お二人ともなんですけど、はい、一言って言ったらどういう先生ですか。もう一言で。一言ですか、うん、真剣そのもの。ああ、いい言葉、ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。本日のゲストは中学鉄道サービス課松井のことでした。ありがとうございました。